内巻で生まれて、育ちもずっと内巻小学校、そして阿蘇北、今は亡き、合併してしまったですね、阿蘇北中学校に行って、で、それから熊本 の今その電波高専、これももう名前が変わって熊本高専という名前になってしまったんですけども、まあ、電波高専に、あそこは卒業まで5年かかって、で二十歳で卒業して、それから、半導体の東京エレクトロンのですね、関係の企業に勤めて、でおよそ5年ほど、大体もう、年間330日ぐらいは、海外に出張するような仕事で、ワンスパン3ヶ月から6ヶ月ぐらいですね、あの半導体の製造装置を組み立てるエンジニアとして、まあ、あの飛び回っていたんですけども、その仕事を終えて、東京にまた舞い戻ってきて、環境検査っていうんですかね、ダイオキシンとかを分析するそういう会社に勤めて、30手前によし地元に戻ろうと一発奮起して戻ってきたというところになります。一つはまあ節目の年っていう30歳になるなって思ってですね、もともと私が兄弟4人で男1人で長男ということもあってですね、まあ、昔から戻ってこなければいけないという先入観というか植え付けというか本能があったので、まあ、それでまあ戻ってきたというところもありますね。自分の結構やりたいことをですね、20代のうちにある程度やり尽くした感があってですね、こう一周いろんなことをやって一周回ってみると、なんか阿蘇の自然の中で暮らすのってなんか幸せだったんだなとですね、都会にいたりして海外に行ったりしてなんかしみじみと感じて、なんかそれがまたきっかけであったかなというところが、たまたまなんか30歳ぐらいだったという感じですね。 それですね、その向こうの その本店で本社でやってる時には、地元のお客さんがもうほとんどだったんですよね。ところがですね、こちらも地元のお客さんが、多いんですけども、圧倒的にですね大観峰から降りてくる観光客の方の多さにですね、町打ちとまた違って驚かされたんですけれども、トラブルを抱えてこられた方でも必ず一回話を聞いて、 できないならばもうそれはしょうがないんですけども、何か解決できる場所や方法っていうのを最後に提示してあげて、結果としてそのお客さんが何か困ったことがあっても解決できるように、必ずお客さんのその、困りごとニーズに、答えれなくても一度聞くという姿勢を崩さないようにということを常々言っております。商工会青年部が、5年目になると思います。社長ですね、私の父も、商工会青年部にもちろん入ってましたし、帰ってきたと同時に、先輩方が、お店に乗りつけてきて、申し込み書を当たり前のようにこうもう普通のアンケート用紙のように名前上から順に書いていくだけでいいからという形でこう順々に書いていったら、もうある日突然入ってたってですね、もうレールですよ、レールです。多分住民票とセットになってると思うんですけどそんな感じで入会しました。商工会青年部には入らないと出会わないような先輩方とかやっぱ知り合うきっかけになったのはこの商工会青年部かなと思います。地域のですね、しきたりだとかそういうところもですね、先輩方から学んでですね、ぜひぜひここら辺の若いですね、後継者の方はですね入ってほしいなと思いますね。まあどちらかというと仕事する上で大事なのは譲り合いかなっていうですね、社内の人間関係もお客さんとの関係も、業者さんとの関係もそうですけども、やっぱり少しこう気持ち譲り合うという気持ちが一番大事かなと私は思います。気配りです。どうしてそんなことが、やっぱりこの仕事をしていく上で、言葉だけではですねちょっと
つかみきれないところって多々あると思うんですよね。ちょっと遠回しに聞いてこられる方が、あ、この人はそういう質問をしてるんじゃなくて本当はこういうこと、それをしてほしいんだな、ただ聞いてるだけじゃなくてお願いしますって言ってるんだろうな、そういうところをですね、汲み取ってあげれたらいいねっていう話もスタッフとして、まあ、スタッフともその社内でもですね、会社の中でもお客さんと接するときにも、そういうやっぱ気配りをちょっとほんの一握り、ずっとやってると疲れるので一握りみんな心に持って、接客と生活をしていきましょうというところで、気配りが仕事の、私の仕事っていうんですかね、仕事のモットーです。